さん、ご機嫌いかがですか？夏目ゆりです。今回ご紹介する作品はこちらです。夢のためにできること。どんな未来が待っていても夢を捨てずに、夢を諦めずに、今日も追い続けよう。時の流れは早いけれど、夢が叶う日、夢が手に届く日、今日も信じ続けて、誰のためでもない自分自身のために、力まずに自分のペースで、力まずに自分のテンポで、ゆっくり一つずつ叶えていこう。焦らずに気持ちを軽く、焦らずに気持ちにゆとりを。努力は無駄じゃない、母の言葉が生きる原動力。今日も信じ続けて、誰のためでもない自分自身のために、力まずに自分のペースで、力まずに自分ゆっくり一つずつ叶えてゆこう。焦らずに気持ちを軽く、焦らずに気持ちにゆとりを。努力は無駄じゃない、母の言葉が生きる原動力。今振り向けばあれは恋。初めて会ったあの日のキャンパス、帰郷の時は手を振って見送りに来たあのホーム。君のブラウス白すぎて目を合わせずに話したね。いつ戻る？と笑顔で聞いて、楽しい夢を話したね。僕にとっては夢のよう。今振り向けばあれは恋、純な恋。巡る季節が早すぎて君の面影薄くなり、懐かしさだけが残ってる。初めて会ったあの日のキャンパス、帰郷の時は
目を合わせずに話したね。いつ戻ると笑顔で聞いて楽しい心のメッセージですね。それではまたお会いしましょう。